臨床実習大変だよとか、バイザーめちゃめちゃ厳しいよとか、こういったところが見れれば、もし皆さんが脳血管疾患で見るとしたら、まあ、こんなこと言っちゃなんですが、はい、最後の質問、これ学生からですね。この質問のように、まあ、みんなそうだと思いますけど、学生時代にこれから臨床実習に行くって多分、不安が多いと思いますね。そして先輩からもね、臨床実習大変だよとか、バイザーめちゃめちゃ厳しいよとか、そういう話もたくさん聞いてると思いますが、不安があって当然だと思います。ただ、こんなこと言っちゃなんですが、臨床実習がその辛いものと考えるんではなくて、学びと場と考えて、行ってほしいなと思うし、理学療法の魅力を知る機会と思って臨んでいただければなと思います。で、私からのアドバイスとしては、臨床実習といっても、皆さんが見る疾患はある程度限られているということを知ってください。ある程度限られているということですね。例えば運動器疾患の場合には、大腿骨、頸部骨折、変骨、変膝、それと脊柱管狭窄症、圧迫骨折、あとは、その他の、いろんな骨折ですね。そういったもの以外はほとんど見ないかもしれませんね。見ないってことはないけど、多くはこれに該当すると思います、それが分かってくると、最初から学ぶとことは限定化されてますよね。で、そして今はこういった症例のレポートの書き方ももう最初から分かっているし、見る手順も分かっているわけですから、調べればすぐ出てきますから、そういった手順で見ていくということで、その中で、実際の生の患者で発見をちゃんとしていくということで、分からないことがあったり疑問が感じたらそこで調べる。そうするとね、すごい効果的な実習ができると思いますよ。そして、脳血管疾患の場合は、私が思うのは、まず脳梗塞と脳出血、これを、分けて、捉えてください。で、その中で、もう最近では昔と違って、これはねすごい変遷があって、昔は脳出血の方が圧倒的に多かったです。でも今はね、脳梗塞の方が圧倒的に多いんですよ。なので、そこも踏まえて、各々のどの部位が障害されると、脳梗塞の場合ね、脳梗塞の場合どの部位が障害されるとどんな、症状が出るのか、これをね、学ぶ機会を作ると良いかなと思います。で、そして、実際の臨床と照らし合わせて、それがどういうことなのか、だんだんいろいろ分かってくることあると思いますので、そういう学び方をすると良いと思いますよ。それと、もし皆さんが脳血管疾患で見るとしたら、神経内科疾患がいくつか見ると思いますが、バイザーの立場からすると、学生に与えるのは典型的な例を与えたいと思うので、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、こういった疾患が、該当するかなと思いますので、ここで挙げて、たくさんあるじゃないかと思った人もいるかもしれませんが、我々からすると、ある程度限定化されているということが言えますので、こういったところが見れれば、実習、すごい怖がる必要はないと思いますよ。で、それとね、脳血管疾患の場合は私が思うのは、ちゃんと載せるということが大事です。つまり、これどういうことかというと、乗せるというのは、例えば歩いている時の肩麻痺の動きというのは、ほとんどの患者は、骨盤は後方位後方回旋になると思います。後方位後方回旋ね。で、それとあとね、すごく注目してほしいのは、骨盤が挙上位になってしまうんです。挙上位になってしまう。だから挙上位になってしまう、挙上で後ろに行ってしまうということで、真ん中に乗れないんですよ。真ん中に乗れないから、歩く時にここにしか乗れないから、結局こう力が入った振り出ししかできなくなってしまうというのが大きな特徴なんです。なので、実際の中枢疾患を見て運動療法でよくしようと思ったら、まずこの中央に乗れること、ここがすごく大事だと思います。中央に乗ってなおかつ骨盤が挙上しないで、乗れるということ、つまり反対側が落っこちないということですね。この、
形が整えられると歩行がきれいになっていきますので、こういうことを知ってやっていくということ、これがね基本だと思います。でその他立ち上がり方とかもそれいろいろもちろんありますが、もっとね緊張しないで楽しみながら学ぶね、勉強の実践的な場を与えてくれているという、そういう恵まれた環境なんだとというふうに解釈して臨んでいけば、そんなに怖がらなくていいんじゃないかなと私は思いますよ。